エスリンゲン・アムネッカートロリーバスは、ドイツの都市であるエスリンゲン・アムネッカー市内に存在するトロリーバス。2020年時点で、ドイツに現存する3つのトロリーバス路線の一つで、同都市で公共交通機関を運営するエスリンゲン・アムネッカー地方交通会社による運営が行われている。エスリンゲン・アムネッカー市内には、かつて1911年に開通した。 路面電車路線が存在した。第一次世界大戦の後輩や復興を経て、都市の発展に合わせ多くの利用客を記録したが、第二次世界大戦勃発後、路面電車の大半の施設は、戦闘によって破壊され、残された路線も修繕がままならない状況になった。これを受け、戦前から計画されていたトロリーバスによって、路面電車もを置き換えることが1943年に、 決定し、路面電車が廃止された1944年7月7日の3日後となる7月10日から営業運転を開始した。第二次世界大戦後、西ドイツの各都市ではトロリーバスが次々に廃止されていった。一方、エスリンゲン・アムネッカーのトロリーバスでは多くの利用客を抱える路線となり、1961年には延伸も実施された。また、 利用客の増加を受けて廃止された各都市のトロリーバスの中古車両を導入した一方、1970年代以降は、河川が存在しない郊外への直通運転を目的に充電池やディーゼルエンジンを搭載したディオバスの導入が1988年まで行われた。ドイツ再統一以降も車両の近代化は続いており、2002年以降は、 ノンステップバスの導入が続く一方、ディオバスについてはこのノンステップバスへの置き換えにより2005年に営業運転を終了し、ディーゼルバスへの改造車両も含め各都市への譲渡が行われている。2021年現在、エスリンゲンアムネッカーには以下の2系統のトロリーバス路線が運行している。2021年現在、エスリンゲンアムネッカートロリーバスで 営業運転に使用されているのはソラリスが開発した連接式ノンステップバスであるトロリーの18.75メトロスタイルである。河川からの終電に加え内蔵されたリチウムイオン充電池を用いることで河川が存在しない区間でも走行可能な構造を有しており2015年から2019年にかけて重量が導入されている。また、 営業運転から撤退した車両についても、1962年から1982年まで使用された2 2スリンゲンアムネッカートロリーバス発のノンステップバスとして導入された車両の一両となる213が、胴体保存車両として在籍する。ありがとうございます。